この前ですね、ちょっと用事がありまして、とある開業医って言いますか、病院にちょっと寄りました、医院に寄りましたらですね、そこにパンフレットが置いてありまして、そのパンフレットに、肺がん死の2人に1人はタバコが原因とは言えませんと、特に、このタイトルを見てお分かりのようにですね、大きな字のところだけ読みますと、隣の人がそれ読んでおりまして、え、タバコが原因じゃないのって言ってましたけど、肺がんはタバコが原因とは言えませんというパンフレットですね。これはちょっとここのせっかくこれを出した、機関がですね、非常に激しいバッシングをしますから、タバコ禁煙のグループはですね、まあ、かわいそうでなので、ちょっとこのパンフレットの出高は言いませんが、これは公的なパンフレットなんですね。それで、まあ、今さらタバコと肺がんが関係ないと言われたってっていうふうに私が書いておりますが、私はですね、今までタバコと肺がんの関係について非常に疑問を呈しているわけですね。それは私がタバコの集団からお金もらってるとか、それからなんかそういうんじゃないんですよ、恨みがあるとか、そういうんじゃなくてですね、本当に肺がんを減らしたかったんですよ、私は。せっかく科学者としてデータを見て何か発信するならですね、やっぱり本当のことを発信しないと、タバコを吸わなければ肺がんにならないと思ってる人が多いんで、まあ、そういうことを言ってはいけないと、かわいそうな人が出るんだと、それで私も非常に真剣に、原因となるタバコ、原因と思われる肺がんの原因となると思われるタバコとかですね、排気ガスとか、まあ、ラドンとか、いろんなね、ものの要因を調べたんですよ。で、一時は僕は排気ガスかなと思ったけど、それも私の整理では否定されましてね、今のところちょっと肺がんの原因ってなかなかわからないなと思ってはいるんですよ。ですから、ちょっとね、他の人と、禁煙の人とは私少し心境が違うんですよね。禁煙グループの人って何かわかんないんですけど、ものすごくタバコを憎んでるっていう感じなんですよ。それで私に対しても非常に攻撃的なんですよね。私は全然別にタバコに恨みがあるわけでも何でもなくて、単に肺がんを減らしたいと。その肺がんはここのグラフにも載せましたけど、この赤い線が肺がんなんですが、ものすごい勢いで増えて、現在では男性ですけどね、これ男性の肺がんではもう完全にトップなんですよ。だから男性の肺がんとか女性の乳がんというのはですね、やっぱりきちっとした原因を追求しなきゃいけない。それは医者ばかりでなくて科学者全体のやっぱり責任の一つだと思う気持ちがあるから言ってるんですよ。それに対してですね、私これも批判しませんよ。禁煙先生っていう人がいてですね、その先生がネットで、私を非常に誹謗中傷しておりましてね、嘘を言ってるって私の本なんかも示してですね、武田は嘘を言ってるってなこと言っておられますが、私は嘘をついてるんじゃないんです。タバコを吸っても肺がんとは別の、タバコとは別の肺がんの原因というのは非常に多いんで、それに注目しなきゃいけない。そうしないと肺がんは減らないですよってことを言ってるだけなんですね。ですから肺がん先生にちょっと呼びかけたいんですが、まあネットはちょっと一応下ろしてもらったらどうかと思いますね。私は何も嘘ついたり意図があったりしてるわけじゃないんで、科学っていうのはですね、検討段階では違う意見が出てくるもんなんですよ。違う意見の人を嘘とか言っちゃいけないんですよ。僕が嘘つってるのは分かってて、分かってる人がその分かってることと違うことを言ったってことが明らかな場合だけ嘘って言ってるんです。私が嘘って言ってるのはそれなんですね。環境問題に嘘がまかり通るのかっていう私の本がありますが、その時の嘘っていうのはですね、例えばリサイクルしてないのにリサイクルするといいと言ったり、そういうことの場合なんですね。リサイクルは 2% しかしてないのに、例えば 60% リサイクルしてるようなグラフを出すと、そういうやつなんですね。そういうやつはまあ嘘ですよね。ですからそういうのを嘘っていうんであって、私がタバコと肺がんと直接関係がないと
ない可能性が高いというのは嘘じゃなくて、私のデータ解析のやり方なんですね。だから私はね、その禁煙先生というのはちょっとそこを考えていただきたい。つまり科学というのは感情を除かんといかんですよ。それでここにですね、肺がんの2人に1人はタバコが原因とは言えませんとこう書いてありまして、まあデータも載ってるんですね。それを見ますとね、今から20〜30年前、つまりこれは禁煙学会とか禁煙の人たちが言ってることなんですが、タバコの害っていうのはだいたい20〜30年前の喫煙率によると、つまり出てくるのが遅いから、また発見するのも遅いからと、まあ、いうことですね。それで、そのちょうど今から20〜30年前の1995年ぐらいですね、大体それを見ますとね、ちょうどタバコの喫煙率が2人に1人なんですよ。つまりタバコを吸ってる人が2人に1人で、肺がんでですね、その時に肺がんで、大体データも出てますが、2人に1人はい、タバコを吸ってる人と肺がん、タバコを吸ってない人の肺がんが大体1対1なんですね。そうしますとね、どういうことかって言いますと、タバコを吸ってる人もタバコを吸ってない人もほぼ同じ比率で肺がんになってるってことなんですよ。ここに示されたこのパンフレットに示されたデータですとね、もう一回言いますと、タバコを吸ってる人が肺がんになる可能性と、タバコを吸ってない人が肺がんになる可能性がほぼ等しいということなんです。ということはどういうことかって言ったら、タバコと肺がんはあまり直接的には関係がないということですね。いやいや、タバコ吸ってる人は半分肺がんになるじゃないか。いや、そうじゃないんです。タバコを吸ってる人とタバコを吸ってない人がほぼ同じ確率で肺がんになるということは、タバコは肺がんの主たる要因ではないというデータがここに示されてるんですよ、このパンフレットにですね。ただ私がこのパンフレットの出所もあまりはっきりせずにここに出してるのはですね、ちょっとこれを見た専門の人がですね、随分勇気があると、こんなパンフレット出したらものすごくバッシング受けるかもしれないと言ってるわけですね。というのはどういうことかっていうと、タバコを禁煙運動してる人はですね、なぜか分かんないんですけどね、他人をやっつけるんですよ。いやいや、いろんな考えがあるの。このねパンフレットを作った人は本当に勇気があります。僕はものすごくバッシングされましたからね。だけどこの人たちはなぜこのパンフレットを作ったかって言ったら、肺がんを減らしたいんですよ。別にタバコを禁煙させようと思ってるわけじゃないんです。でここにね、開けますとこう書いてありますね。肺がん死は喫煙者でも受動喫煙者でもありませんと書いてあるんです。だから受動喫煙はもちろん受動喫煙の方が肺がんになる可能性は低いんですよ。またこれもデータの嘘、これこそ嘘なんで、知ってる人がねそういうことを言ってるわけですから嘘だと思いますが、まあ、このパンフレットは本当にこう肺がんを止めたいんでしょうね。それでここには次にこう書いてありますよ。できるだけ早く発見すれば、生存率が高いんだっつってるんですよ。これがこのパンフレットを作ったお医者さんの願いですよね。つまりタバコはほとんど、統計的にはほとんど肺がんとは因果関係がない、他に原因がある。だけどもこれだけですね、タバコと肺がんに関係があるっていう宣伝が行き渡ると、一般的にタバコを吸ってない人が肺がんの検査に行かないんですよ。でタバコを吸ってない人ってもう今 60% も 70% もいますからね。だからもう肺がんなんか関係ないと思ってるわけです。しかしここにグラフが示したこの赤い線ですね、肺がんはどん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 増えてるんですよ。で私はね、ここに今頃タバコと肺がんが関係ないと言われて思ってつけたのはですね、科学的なことを考えるときに自分の思想とか自分の趣味とかそういうものを入れたりですね、自分と考えの違う人を激しく攻撃したりするとですね、科学はやっぱりダメなんですよ。科学というのは常に平らな気持ちで、本当に科学の力を人類に生かすという目的でやらなきゃいけない。
僕なんかもいつもバッシングされるんですが、ダイオキシンの件なんかでも猛烈バッシングされたんですけど、あのバッシングした人はその後どういう心境で生きてるのかと思いますね。